今日発表された県内の新たな感染者は260人、うち新規事例が131人と半数を占めている状況です。おとといの237人、昨日の245人に続き3日連続の過去最多更新となりました。居住地は松山市が125人と最も多く、しかもおよそ6割が新規事例です。このほか感染者が多いのが今治市31人、四国中央市29人、ただし四国中央市の新規事例は3人で、ほとんどがクラスターを含む既存事例関連の感染者です。はい、続いて年代です。はい、10代から30代の感染がそれぞれ40人以上と依然として多くなっていますが、その他の世代でも感染が増えています。全体から見ると比較的高齢者世代が少ないように見えるんですが、はい、こちらのグラフをご覧ください。こちらは第6波の60歳以上の感染者数の推移を表したものです。はい、これを見るとですね、全体と同様に増加傾向で、特に今日の発表では42人と急増しているのが分かります。はい、重症化リスクが高い高齢世代の感染者が増えますと、医療への負荷も高まる可能性があることから、今後注意が必要です。現在県内のコロナの重症者は昨日感染が確認された方を含め合わせて2人ですが、共に基礎疾患のある70代の患者です。これ以上重症化リスクの高い高齢世代に感染を広げないためにも、若い世代の慎重な行動が重要になります。続いて感染者の職業です。会社員が80人と最も多い傾向は変わりませんが、ここ数日子どもの感染も多くなっています。今日は未就学児が15人、児童生徒が35人、県内では東中南予合わせて24校が休校となっています。第6波では県内12の学校でクラスターが確認されていますが、昨日の検査で今治市など5つの学校クラスターで新たな感染者が確認されています。県警察学校でのクラスターでは新たに警察官2人の感染が確認され、はい、累計の感染者は14人となりました。この状況を受け、県警は今月26日に予定していた卒業式の延期を決めています。そして今日は児童施設でのクラスターも発表されました。はい、今治市の保育所で発生したこのクラスターでは、これまでに園児6人を含む合わせて11人の感染が確認され、現在この保育所は休園しています。今のところ幼い子どもたちはワクチンの接種対象ではありません。そんな子どもたちを預かる幼稚園や保育園ではどんな感染対策を取っているのでしょうか。今日松山市の認定こども園を取材しました。松山市内の松山認定こども園星岡です。毎日それこそいろんな保護者さんや職員から情報が入ってきます。そうするともう毎日私それこそコロナストレスかなと思うぐらいはハラハラドキドキをしながら生活をしている状態なんです。0歳児から6歳児までおよそ500人が通う松山市内でも規模の大きなこちらのこども園、幼児を預かる施設ならではのさまざまな対策を取っています。いわゆる昼寝の時間っていう時にはきちんと互い違いに、顔同士が横にあるんじゃなくって、互い違いになるように、それから布団と布団の距離感をある程度保つことができるような工夫をさせてもらって、手指の消毒や3歳以上の園児のマスク着用など基本的な感染対策のほか、クラス同士が交わらないようにしたり、お絵かきや給食の際にはパーテーションを設置したりしています。子どもたちが静かにしかも早く食事をとるっていうことにするためにも、知ってる音楽ではなくってクラシック曲みたいなのを、音楽を流してあげて、そして気持ちよく食事がとれるようなっていう環境も整えたり、
タブレット端末も感染対策に活用しています。万が一感染者が出た場合、園児たちがどこで誰と何をしていたのか正確に追いかけができるよう記録を残しています。そして感染力が強いオミクロン株対策として、このオミクロンになってからは申し訳ないんですけれども、給食後の歯磨きはすみません、中止にしました。このように対策を強化してきましたが、オミクロン株の感染力は想像を超えていました。今月16日、こちらの園に通う園児1人の陽性が判明しました、はい、家庭内での感染と見られています。感染したのはマスクをするのが難しい2歳以下の園児で、同じクラスの園児17人と職員3人が濃厚接触者となりました。検査の結果、全員の陰性が確認されましたが、現在も自宅待機を続けています。このこども園は園児の陽性が判明した翌17日に臨時休園しましたが、保健所によって安全が確認されたため1日の休園で再開できたということです、はい、この状況で園が最も苦心しているのが、これが職員のその日の勤務シフト表になります。本当に頭が痛いところでございまして、この年齢だったら何人必要っていうことでくくりがありますので、職員が濃厚接触者となると子どもたちの世話をするスタッフが足りなくなります。開園ができなくなるっていうこともこれから危機を感を強めていかないといけないなと思ってます。さらに職員の多くが子育て中の親でもあることから、自身の子どもが通う小学校が臨時休校となり、子どもの世話をするために園の仕事を休まなければならない職員がすでに複数出ています。毎日同じ先生が担任として関わる、それによって子どもは安心安定をあるんですけども、そこで信頼関係ができる。だけれどもそこへ他の先生が入ることによって、中には子どもさんに不安定な状況ができるっていうことも懸念してるんですよ。さまざまな課題に直面しながら対応を進める日々、学園長は園の努力だけでは感染防止は難しいと話します。社会全体で気をつけていただくっていうことにご協力願わなければならないんじゃないかなというふうに思います。ワクチンを接種できない子どもたち、マスクができない子どもたちもおります。ですのでそういう子どもたちのことも少し考えていただけたら助かります。オミクロン株による感染のピークが見えない中、県は感染拡大地域での検査体制のさらなる強化を発表しました。宇和島市、松山市に続いて新居浜市と西条市にも無料で受けられる臨時の PCR 検査センターが開設されます。対象は新居浜市、西条市に住んでいる人、そして両市内に通勤や通学をしている無症状の人です。県は特に飲食店の従業員や不特定多数の人と接触する機会が多い人、1月中旬以降県外との往来や県外から来た人と接触があった人、長時間または大人数で会食した人、はい、感染に不安を感じている人に検査を呼びかけています。新居浜市役所と西条市総合福祉センターで検査キットを配布、自宅などで採取した検体を同じ場所で回収します。検査キットは両会場とも来週月曜日から3日間午前10時半から午後2時半まで配布されます、はい、この臨時 PCR 検査センター、松山市では昨日城山公園に開設されました、はい、県によりますと昨日はおよそ2000人分のキットが配布されたということです。松山会場でのキット配布はあさってまでとなっています。松山、新居浜、西条、すべて無症状の人に限りましたが無料で検査を受けられますので、感染に不安を感じている人は積極的に検査を受けてください。一方少しでも症状がある場合は医療機関を受診してください、はい。